はい。 今回も、ひとし松本の滑らない話、やっていきましょうか。アテンドしてもらっていた後輩、元芸人に裏切られて、セレクト指示書を流出されて、それからですね、先輩芸人の西川則夫からは、事実無根なわけないだろうってですね、ぶった切られてしまい、さらにですね、吉本工業、会社からは、被害女性に向き合いますというふうにですね、もう裏切られてしまい、松本に向き合うんじゃなくて、被害女性に向き合うぞーってですね、裏切られてしまいまして、もうど どん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 とですね周りから切られまくっている松本人志え今回はですねこちらえ文春法第4弾の中で松本人志の弁護士がなかなか決まらなくても苦労したよとえ吉本興業のですね関係者に暴露されてしまっていますのでお話ししていきたいと思います。 思います。本来は、吉本工業と文春ってですね、えー、敵対関係にあるはず。それからですね、吉本工業と松本もですね、仲間、チームのはずなんですけども、完全にですね、仲間だと思っていた吉本工業関係者が文春側についている、つってですね。<laughs> すごいことになっていますと。しかもですね、その内容が、弁護士がなかなか決まらないよー、つってですね、えー、周囲に裏切られて、もうすでに悲しい状況なのに、もう、きびんご渡すから仲間になってよ、 つってですね、新しい仲間を探そうとしても、仲間になってもらえませんでしたつってですね、えー、そんな話を暴露されるつってですね、なかなかかわいそうな状況に陥っていました、えー。それではですね、まずこちらの記事、実際どんな状況なのか、えー、こちらの記事を見ながらですね、ちょっと、えー、お話ししていきたいと思います。えー、まずはですねこちらら、えー、タイトル松本本弁護士にオファーををを次々断られ聖火害報道をめぐる、えー、文春提訴の裏事情を吉本工業関係 社にバラされるというのでですねこちら記事の内容の方も見ていきましょうえお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが22日飲み会で性加街を働いていたなどの疑惑を報じた「週刊文春」を発行する「文藝春秋」に対し名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め東京地裁に提訴 松本さんの代理人を務める田代弁護士は検事から弁護士へと転身したといわれるヤめ犬で東京地検特捜部時代には小沢一郎衆院議員の資金管理団体をめぐる陸山会事件を担当田代さんは同事件をめぐり事実と異なる捜査報告書を作成したとして刑事告発され 後に、権威不十分で不起訴となったものの、減給6ヶ月の懲戒処分となり、検事を辞職しているというので、ちょっとまずここで切りますと、まあ、ここでですね、やめ券っていう風に言われていまして、まあ、よくですね、ネット上でもやめん、やめん、コメント欄でもですね、やめんとかって言われてますけども、懲戒処分を受けてやめているので、もう首券ですよ、首券。<laughs> もう言ってもいい理由を、首券と言ってもいいレベルだと思いますけどね。単なるやめ、やめ券じゃないんですよね。 でこうした経緯からもっと他に期待が持てそうな弁護士はいなかったのか常に傷のない弁護士には依頼を断られたのだろうかといった声が上がっていたそんな中24日の「週刊文春電子版」では田代弁護士が代理人に決まった経緯について吉本興業関係者が当初松本さんは別の弁護士にオファーを出していましたが賞賛がないと次々断られ最終的に田代弁護士に白羽の矢が立ったと話していることを報じた 敵の懐にも完全と飛び込めている文春サイドがこの戦いを優位に進める可能性が高いのではないだろうかというですねこういう記事が出ているんですけども吉本興業の関係者すらですねもう文春にリークしちゃうそんなレベルの関係性っていうことですよね <laughs> でもやっぱりこうなりますよねこれだけの弁護士が松本不利だって言ってるですねそんな状況なわけじゃないですか 普通、弁護士の見解って少しは分かれると思うんですよ。いろんな意見が出ると思うんですよね。同じ弁護士、同じ弁護士だとしてもですね、いろんな意見が出ると思うんですよね。今回ですね、全然意見が分かれないですよね。松本が勝つパターンについて、いろんな意見が出てもいいと思うんですよ。こういうケースは松本が勝つと思います。こういうケースはですね、文春が不利ですね、とかですね、いろんなパターン出てくると思うんですけども、もう弁護士が取り上げれば取り上げるだけですね、いろんな戦いのパターン、松本が勝つパターンって、たくさん 出てくると思うんですよ。 ですが、今回ですね、ないんですよ。<laughs> まさかのないんですよ。まあ、ないというかですね、一件だけなんですよね。僕が確認した限りでは、全弁護士が文春が勝つだろうというふうに見ていまして、で、全弁護士が口を揃えて言うのが、被害女性が出廷しなければ松本が勝つ。もう松本が勝つにはですね、これしかないっていうですね、他の意見全然出ないんですよね。まあ、もしですね、他に弁護士がどっかで意見されてですね、他のコメントもあれば、 ちょっと教えていただきたいですけども僕が確認した限りではですねこれしか松本が勝つ道ないんですよ <laughs> 他の意見全然出ないんですよねいやここまで弁護士の見解が揃うことがあるかっていうですねいやこんな事件なかなか見ないと思いますけどねいやそれぐらいですねもう本当に見解が揃ってるわけですよね えただですね、こちら X で僕、アンケート取ってみたらですねえ35、35%もですね、松本が勝つというふうに思っている人がいるわけですよね。なんか、これがすごいなというふうに思いますけども、弁護士が受けてくれないぐらい松本に勝ち目がない状況なのにもかかわらずですね、一般人は35%なわけですよね。まあ、これ、松本がいくら賠償金が取れるかによって、勝ち負けって決めればよかったかもしれないですけど、まあ、この聞き方だと、松本が100万円でも取れば、 松本の勝ちみたいなですねそういうふうにも見えてしまうのもちょっと良くなかったかなというふうに思いますけどもちょっとアンケートの取り方ミスったなというところもありますけどもまあいずれにせよこれ35%の人が勝つというふうに思ってるわけですよね。 いやー、吉本関係者が言うにはですね、松本側にはもう賞賛がなく受けてくれる弁護士がなかなかいなかったぞというですね。まあ、そんな状況みたいなんですけどね。いやー、松本レベル、これだけのお金持ちだったら名の知れた有名な弁護士が出てくるはずなんですけども、もうそうでもなかったわけですからね。ネットで噂されてる通りの、なんか状況になってたみたいですけども、うん、非常に気の毒な、えー、松本人志と,というですね、そんな状況になっていますと。 でこれはですね、僕がちょっと気にしすぎなのかもしれないですけども、担当の弁護士のですねホームページにこんな記載がありますえ。いずれもそれなりの評価を得ているものと自負しておりますっていうですね、えこのように、えー、自己 PR と言いますか、こういう会社ですよというふうなです、ね、説明をしているんですけども、皆さん、このホームページを見て、仕事依頼したいと思いますか <laughs> 依頼するいや、僕、この、 もうそれなりに評価されていますっていうのを見てですねもうちょっと自信持とうよっていう風にですねちょっと思ってしまいましたいや、でもこれでよく依頼したなーっていう風に思うわけですよねそれなりにーっていう風に言われて積極的にじゃあこの人と仕事をやろう依頼しようっていう風になりますかねまあ、選択肢がなければですねまあいいか仕方ないかという風になるかもしれないですけども5億円の裁判ですよ5億円自分の人生かかってるわけですよもう3年 前後この弁護士事務所と二人三脚で頑張るわけですよ。それなりにーっていう風にですね言われたらですねいやー僕だったらですねちょっと心配になりますけどねまあそれでもここに依頼したっていうことはですねまあそういうことなのかもしれないですよね。はーい えここからですね、少しおまけになります。とは言ってもですねえ、こんな依頼者が弁護士の元に来てですね、普通の弁護士だったら仕事を受けるのか受けないかですね、ちょっと想像しながら聞いてみていただけると、えまたちょっと興味深くお,お聞きいただけるかなというふうに思いますけどもえ、ちょっとですね、こんなコメントをですね、ちょっとネットでえ見つけました。こちら見ていきますねえ。僕は当時50代の最大者でした。A さんは20歳前後の見ず知らずの女の子で、僕のファンでもありません。 僕は特にイケメンの親父でもありません。でも、性行為に同意はあったんです。それを同意がないように書いたから、週刊文春に5億5000万円要求します。これがいかにヤバいか分かりますかーって言うですね <laughs>。 で、これを見るとですね、僕、すごく腑に落ちてしまったんですよね。もっと多いとは思いますけども、仮にですよ、仮に月に1回こんなパーティーをやっていたとしても、20年間で240回も、えー、20歳も30歳もですね、年齢が離れた子にお酒を飲ませてはこんなことやっていたわけですよ。仮に月2回やってたらですね、もう500回弱、500回弱もですね、こんなことやってるわけですよね。 240回とか500回とかですね、こんなやってたらですよ。嫌だけどちょっとやってしまったっていうですね、女性。一人ぐらいはさすがにいるでしょうっていうですね、一般常識で考えれば一人ぐらいいるでしょうっていうふうに思うわけですよね。 まあ、現時点ではですね、一人どころか、文春だけでも8人、<laughs> 8人出てきてるんですけども、いや、普通に一般常識で考えても一人ぐらいいるだろうというふうに思うわけですよね。弁護士じゃなくても、普通の一般人が考えても、500回、まあ月2回としたらですね、500回もこんなことやってたら一人ぐらいいやいややってやついるだろうなーって、普通思うわけですよね。 いやあ、この仕事を受けるとリスクあるなーっていう風にですね、普通の弁護士だったらわかるはずなんですけども、いや、だから普通の弁護士は、だから受けないわけですよね。いやあ、これ、すごいですよね。いや、お客さん500回もそんなことやって、本当に、えー、全部同意だったんですかつって <laughs>、20歳、30歳も離れてますよ。えー、お客さんモテますねー。つってですね、いやーそんな弁護士いますだって <laughs>。弁護士というか、そんな一般人いますか そんな話をされてですね。ああ、すごいね、君、ってですね。えー、何も疑わずに信じてしまう一般人いますかいないですよね。うん。いやーこれがいかにやばいかわかるかっていうふうなですね、問いをこの方がされてるんですけども、いやーすごく腑に落ちてしまったんですよね。はーい。<laughs> え皆さんですね、今回、えー、松本人志ですね、なかなか弁護士が見つからなかったぞというですね、まさかの仲間の吉本工業関係者にリークをされてしまったわけですけども、皆さんですね、このような松本人志についてですね、どのようなご意見がお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかもこちらの X の方で呟いておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で